ました。そうですね、まあ、伊藤捕手もいますからね。いますからね。さあ佐藤です。どういうピッチングをするか。まずインサイドから入った。にしてもやっぱりこの佐藤選手っていうのは、ルーキーとは思えない風格がすごくありますね。体も大きいですよね。そうですね、注目の佐藤。内角行きました、ね、ラスト1位ルーキー、インサイド低め引っ張った、いい当たり、ライトの右フェアです。二塁ランナー三塁回って高山帰ってきます。ライト関根から中継に渡って一塁ランナーは三塁ストップ。佐藤は二塁へ。スピードもあります佐藤、タイムリーツーベース。1点を先行しましたタイガースです。インサイド低めのボールでしたけどもね、ちょっとコース甘かったかな。でもまあしっかり反応しました。そうですね、そうですね、結構低めの球ですね。そうですよね、まあ、インサイドというもうちょっと戸柱は高めを何か要求していたような感じもあるんですけども、ちょっとゾーンとしては低かったんですが、はい、ややコースが甘くなりまして佐藤にライトの右へタイムリーツーベース。あ、3番の佐藤から始まる攻撃です。佐藤は第一打席3ボール1ストライクからライトの右へ、まあ、大貫がちょっと力んだ、キャッチャーの要求したところとは違うところだったんですが、真ん中低めのボールをライトの右にツーベースを放っています。第2打席どういうバッティングをするんでしょうか。まずは高めのストレート、戸柱が外寄りに構えました。低めのスライダーです。ストライク、真ん中低め追い込んだ大貫、インサイド低め、一塁線はファウという関係で、もしくも侍ジャパンから外れたと聞いてますが、これはうまく打ちました。ショートの森の頭上ライナーで破りました。センター前のヒット。左中間センターの音坂が打球を抑えています。第2打席もセンター左へのヒットを放ちました。レフト井上、結局アウトコースのストレート、ちょっとベルトに近い高さ、いいっていうのもありますよね、負けてられないですからね、だからセカンドショートもやっぱりありますよね、はい、そうですね、外がやっぱ高めの球打ち上げました。これは距離が出ません。レフトが前進、おっと危ない、レフトの宮本、今宮本は平との対戦ではレフトフライに倒れました。雪はもう、良かったかもしれません。これは痛烈な打球ですが、セカンド胸に弾いてライトの前に転がっています。一塁ランナーは三塁に立ちます。打ったランナーの佐藤も二塁、ランナーは三塁を回った、バックホームされる、ホーム帰ってきてタッチは追いタッチになりました。セーフホームインです。牧が打球を見失っていたというのもあるんですが、その後、まあ、ランナーがちょっと三塁に止まるんじゃないかという部分もあったかもしれない。返球がやや遅れたというところもありますが、一気に一塁ランナーが二塁三塁を回ってホームに入りました。打ったランナーの佐藤も三塁へ、カーブを打ってセカンド強い打球胸に弾いてライトの前、この間ちょっとボールを取り損なったんですね細川が。それを見て三塁ランナーがまたスタート。ちょっとそういう意味では今ライトエラーがつくかもしれません。ツーアウトランナー二塁、ファールボールで追い込む、レフトへ、これは左に切れていきます。変化球でも粘る、
ストレート打ち上げた。さあこれはどうでしょうか、風で戻されるか届くのか。あ、入りました、ホームラン。どこまで行ったんですか、今跳ね返ってこなかったから。あのスコアボード超えてった、ちょっと最終的に追うことは、打球を追い切ることはできませんでしたが、あのスコアボードを超えたかもしれません。ものすごい風、風の向きが変わるんですが、佐藤の特大のホームランです。ご覧いただきましょう、真ん中高め、振り切った打球、さあ打球は、あ、スコアボードを超えていってます。130、140メートルぐらい飛んでるんでしょうか。超特大のホームランが出ました、ツーランホームラン。いろんなそういう細かいところを、はい、教えてもらってますね。なるほど。ということは結構その、まあ、監督であったりコーチ陣から得る収穫っていうのはこのキャンプでとてもあるんですね。そうですね、はい、だいぶ、知識が増えたと思います、はい、で、まあ、あの今度逆ください。ありがとうございました。あの一人手強い相手が現れたなという気がしますね。そうですよね、はい、人としてはちょっと踏ん張りどころになりました。スライダー引っ掛けてサードゴロ正面、三塁ランナー戻る、倉本から一塁に送られました、ワンアウト。昨日ストレート攻めというような感じでしたが、そのスライダー、ライトの右、スライダー空振り、三振に倒れまして、ワンアウト、ワンアウトランナーが一塁です。5番ファースト中谷、スライダーが縦に落ち込みました、はい、さあバッターは井上。このタイラーが足を作るようなタイミングがあったんですよね。そうですよ ね、そうですよね。の井上に空振りの三振、144キロ、アウトコース低めですね。指にかかったいいボールがキャッチャーのミットに投げ込まれました。ライト前の、ライトの右、細川、難しい風の状況をつかみましてライトフライ。超特大のホームランが出ました、ツーランホームラン。バッターは井上、バットの先です、ショートゴロ、倉本、スリーアウト。引っ掛けたファーストゴロだ、三塁ランナーホームに突っ込む、ゲッツーを狙う、一塁へ転送、一塁セーフ、2対2同点。伊藤幸也は三塁ランナーがホームインというのは見たんですが、ゲッツーを狙ってショートへ転送、ショート森から折り返してボールが送られましたが一塁セーフ、まあ、一塁レフトへの打球、快音を残しましたが切れなければホームランですが入りました。見事な打球です。風にも乗りましてレフトのポールを巻きつくようにして入っていきました、ホームラン。坂本のホームラン、これでタイガースがもう1点追加、4対2です。インサイド、そんなに甘いコースではなかったように思うんですけれども、見事に巻き込みました、坂本のホームランです。伊勢のストレート、ちょっとやっぱり甘くはなってですかね、ベルトの高さ。詰まりました、セカンド左、追いついた、一塁送球アウト、スリーアウト。最後は中井がセカンドゴロに倒れて9回の裏は三者凡退、ゲーム終了です。6対2